灯台の明かりが消えていたのは根室市サ沙プ岬沖3 7キロの北方領土貝殻島です昨日午後8時ごろ、パトロールしていた巡視船が見つけました海保によりますと今月13日を最後に濃い霧のため転倒を確認できていませんでした 占拠しているロシア側は去年8月に貝殻島灯台を9年ぶりに点灯させたりロシアの国旗を掲げたりするなど実効支配を誇示するような行動をしていました明かりが消えた原因は分かっていませんが周辺では先週からコンブ漁が始まっていて海保は付近を航行する船に注意を呼びかけています